はようございます。本日は今正面に見えている前回行けなかった大竹山に登っていきたいと思います。まずは観山寺駐車場に車を止めて、そこから電車に乗って奥多摩駅まで移動したいと思います。それでは出発していきたいと思います。はあ、寒い。いや寒い。沢井駅到着したんで電車を待って奥多摩駅まで移動したいと思います。逆が来たな。電車が来るまで10分ちょいあるんで待ちたいと思います。奥多摩駅にやってきました。奥多摩に来ることはありますが、奥多摩駅に来るのは相当久しぶりですね。それでは登山口までやってきましたので進んでいきたいと思います。現在地ここですね。そして愛宕山を越えて、ここの鋸尾根を通って鋸尾山。鋸尾尾根は結構楽しいとフォロワーさんに教えていただきました。鋸尾山から尾根を歩いて大竹山進んでいきます。スタートしてしばらくするとすごく長い階段があると聞いてたんですが、それがここですね。いやー長いな。頑張ります。いや朝一からこれはしんどい。まだもうちょっとあるみたい。なんか見えてきた。なんか見えてきました。平和の鐘と五重の塔ですか。先に進みます。そして愛宕神社に到着しました。なんか通行止めになってんな。なんでだろう。あ、すいません、なんか通行止めってなってるんですけど、そこが、はい、こ橋が落ちそうになってるんで、はい、そっちが迂回できるんですか。あ、そうなんですか。降りたら右行けば。あ、そうですか。ありがとうございます。そこだけですよ。あ、そうなんですね。本当だ、迂回路ありました。迂回して行けます。今日は土曜日なんで登山者さんも結構たくさんいられます。この尾根からの景色が、眺めが最高です。お邪魔します。通行注意。この辺は鎖が出てきましたね。今日は天気は最高です。結構アップダウンがあって楽しい登山道ですね。右は鎖場コース、足場はあるし、左は鋸尾山、鎖場を巻く。これは右に行きたいですね。今の鎖場を登ると最高の景色ですね。かなり標高を上げてきました。鋸尾山へあと 300m のようです。寒くて口が回らない。鋸尾山 1109m 到着です。それでは先に進みたいと思います。
もうちょっとで大竹さんだと思うんですけれど、なんだこの階段、この階段結構きつい。いやでもこの階段のおかげでだいぶ歩きやすくなっています。設置もこれ大変でしたよね、きっと。もうすぐ頂上ですかね。最後は結構登りが結構きついですね。頂上付近の道は雪が結構残っていますね。まあチェーンスパイク等をつける必要は全然なさそうです。いや頂上はすごい人ですね。いやすごいな、すごい人だ。大竹さん1266m 到着しました。いや今日の富士山本当に綺麗。いやいい景色です。いい景色。めちゃくちゃ混んでるんで、あんまり長居せずに次に進んでいきたいと思います。御岳さん行きます。山頂にいっぱいいた人たちはみんなこっちから登ってきてるんですかね。なんかこっちですれ違う人がすごく多いんで、今はやっていませんが、大竹山荘着きました。御岳さんの方進んでいきたいと思います。それでは御岳山方向に進んでいきたいと思います。大竹山から御岳山もちょっとこんな感じで険しいんですね。道間違えました。戻ってます。御岳山行く前に鍋割山寄るんでした。鍋割山寄らないとダメなんで、こっちです。今日はちょっと行儀が悪いですが、歩きながらいただきたいと思います。ここの分岐を鍋割山方面に行きたいと思います。食べながらです。鍋割山到着しました。鍋割山も結構混んでますね。休憩しないでこのまま進んでいきたいと思います。鍋割山山頂狭い割に人がすごく混んでて、ちょっと居場所がなかったんで先に進んでいこうと思います。次は奥の院に寄りながら御岳山の方に進んでいきたいと思います。それではこの分岐を奥の院山頂の方に歩いていきたいと思います。こんにちは。奥の院到着しました。出発します。御岳神社から奥の院は綺麗に見えてた気がするんですけど、奥の院から御岳神社見えないのかな。どこにあるんですかね。それでは御岳山山頂は御岳神社にあるので、御岳神社に向かって行きたいと思います。破雪ね、やっぱりまだ1月ということで神社にお参りしに来る人も多いみたいですね。いやもう疲れるけど、こっちは疲れるかも。御岳神社本堂です。御岳山山頂の日ですね。929m。そしてここが奥の院を見れるところですね。奥の院です。さっきまでいたところです。それでは次は日の出山向けて歩いていきたいと思います。御岳山から日の出山に向けての道は結構平和な道で、これは楽できるところですね。はい。そして日の出山902m 到着しました。いや景色がすごい。それでは出発していきたいと思います。
下っていきます。三室山までは行きませんが、方角的には三室山の方なんで、そっちに行きます。高峰というプチピークから鯖江方面に下る、なんか新しく綺麗に整備された道が確かあると思うんで、歩いたことはないんですけど、確かハワイ語っぽい響きのなんとかトレイルっていう道だと思うんですけど、その道をちょっと急勾配で下りがきつくなると思うんですけど、気をつけて行ってみたいと思います。まずは高峰、ここが竜のひげですね。竜のひげです。竜のひげ山頂、さっきプチピークって言いましたけど、結構なピークですね。高峰山到着しました。そしてこれですね、ラニヘッドトレイル、ここを下っていく形になります。じゃあ少し休憩したんで、ラニヘッドトレイル行きたいと思います。ラン&ビア、確かに下りで使うにはちょっと急勾配って言ったら急勾配ですけど、そこまで手をついたりするほどじゃないので、下りでも十分利用できる登山道だと思います。まあもうちょっと進んでみたらか、状況が変わるかもしれないんで、また状況が変わり次第撮影したいと思います。あまりに気持ちいい道なんで、なんか走っちゃいました。ラン&ビアって書いてあったし、なんか可愛いですね、ラニヘッドトレイル。また走りたくなっちゃう。なんか看板見とれてたら、道こっちじゃないですね。ここ右のこっち行かないといけないな。これ見るの楽しみになってきたな。ラニヘッドトレイル下ってきました。それでは観山寺駐車場に帰っていきます。駐車場に戻ってきました。休日ということもあり、駐車場もほぼ満車状態です。